ジオ花恋役の小山桃江です。今日ついに再演の幕が上がるんですけれども、ちょうど1年前の今日が少女歌劇レビュースターライトのテレビアニメの第1話の放送だったんですね。そんな記念すべき今日この日、私たち9人にとっても一つの記念日のでもある日に、こうやって再演の初日が開くことがとても嬉しく思っております。再演ということで、脚本は同じ前回銀河劇場で行わせていただいたものと同じではあるんですけれども、再演だけど全く同じじゃないなというふうに感じておりまして、こう新たに舞浜アーフィシアターで行われるこの幕開けがもうきらめきが溢れて止まらない、そんな4日間になるのではないかと思っております。神楽光役の三森鈴子です。今回のこのアンフィシアターは、私たちが今まで、見た劇場のどこよりも大きくて、しかも少しこう円形になっている特殊な形のステージなので、本当に前回と同じ脚本ではありますが、本当に違うものとして楽しめていただけるんじゃないかなと思います。そしてキャストと、スタッフのみんなの絆もですね、初演より再演、シャープ1よりシャープ2とどんどんこう絆が深まっていて、よりこう一致団結して頑張れているんじゃないかなと思いますので、ぜひ、たくさんの方に楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、久住純奈役の佐藤ひなたです。シャープ2トランジションという物語はもうお客さんは知った状態でいるんですが、やっぱり会場が違うだけで見え方も全然違いますし、360度の全方位からお客さん、180度だったかもしれない見えるんですこういう見えるんですけど、どの角度からも違った感覚で演劇がすごく楽しめますし、何より今再放送、アニメが再放送中なんですけど、その1話に出てくる地下劇場とすごく似た形がアンフィシアターなので、私はすごくアニメとリンクしているなってすごく感じていますし、初演シャープ2の初演をやった時は19歳だった私が20歳になって初めてやるものなので、20代のこの書き出しというか、そういうものを体力勝負で頑張っていきたいなと思いますし、スターライトも3年目に突入して一発目の舞台ですので、9人そしてアンサンブルの皆さん、舞台チームの皆さんと一緒に築き上げてきた物語をたくさんの方に届けられたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、露崎まひり役の岩田春樹です。みんなも言っていたように、今回は再演ですが、会場もさらにさらに大きくなって、また新しいものを一から作るような気持ちでみんなでここまで力を合わせて稽古をしてきました。で、今回は今ひーちゃんも言っていたように、アニメにも出てきたトワイライトシアターをもうそのまま目の前で体感できるような、そんな演出作品になっていると思うので、最後まで私たちも怪我なく、全員で突っ走っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ライブ7役小泉萌香です。先ほど萌香が言ってくれたんですけども、今日でアニメが始まって1周年なんですけども、さらに、私の演じるライブ7ちゃんの誕生日でもあって、ありがとう。でも本当に私にとっても奈々ちゃんにとってもこう記念すべき一日になるんじゃないかなっていうふうに思うので、こういろんな思いを心に留めて、みんなと一つになってきらめきを振りまいて、舞浜アンフィシアターでこう見てくださる皆さんに、楽しんで帰っていただけたらなというふうに思います。最後までみんなと一緒に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、遠藤真由役の富田真帆です。この少女歌劇レビュースターライト、全キャスト女性で行われております。いつも言うんだけど、女性のキャストだけでこんなに迫力が出るのかっていうぐらい、私たちは多分すごい頑張って動いているし、で前回よりも会場が広くなったことによって、体を動かす大きさもさらに大きく動かしています。だから、舞浜アンフィシアターで女の子だけなのにこんなに輝いてるってきっと皆さん思っていただけると思います。いただくように私たちも精一杯毎公演頑張って皆さんにきらめきを届けたいなとも思っております。
絶対損させないので、当日券もありますので、ぜひたくさんの方においでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、西条プロディーン役の相葉愛菜です。そうですね、今回再演ということで、再演なんですが、みんなも言ってたみたいに本は一緒ですなんですが、全てスケールアップしていて、もうみんな汗もかいて、私たちだけじゃなくて、これこの私たちではね、 B 組って呼んでるんですけど、スタッフの皆さん、その音響さんであったりとか照明さんであったりとか、いろいろなそのスタッフの皆さんも本当に汗水垂らしてやっていただいてる舞台で、今回照明音響そういうのにもすごい見ていただけたらなっていうのと、今回アンフィシアターだからこそっていう演出が本当にたくさんあるので、これはぜひ生で体感していただきたいなと思います。最後まで全力で楽しんでいきたいと思います。スターライトの素晴らしさ届けられるように頑張ります。花井香織子役の伊藤彩沙です。アンフィシアターで初めて見に行ったことがあって、それが三森すず子さんのライブで、すごい、なんだろう、夢の国みたいな、まあ、本当にお隣ですけどまさに夢の国みたいなライブだったんですよ。それがすごい印象的で、もう DVD 買うぐらいめっちゃ良くて、でなんかそう印象に残っているステージだったので、まさかこうやって国組で、しかもまた三森さんとこうステージに立てるっていうのが、なんか個人的にもすごい感慨深いなって思ってます。昨日もバータリーがあったんですけども、もうなんかこう一瞬一瞬シーンごとにもうなんか絵になるというか、光も音もセットもすごく大迫力で、見てくださる皆さんもとても楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。今は人いないんですけども、てるちゃんも出ますし、9人で力を合わせて、いいステージにできたらなと思います。よろしくお願いします。はい、もう銀河劇場でやっていた時よりもはるかに横幅も縦幅も、広くなっておりまして、舞台少女たちの走る量99倍ぐらいに上がっております。あとやっぱりアンフィシアターの気候、舞台の気候というものがあって、やっぱそれはちょっと詳しくは言えないんですけども、存分にいろんなシーンで使わせていただいているので、どこを見ても楽しく目が足りないという状況になるのではないかなと思っております。